ずねえ。さあキャベツ対ズネからスタートするブロック決勝 A ブロック。さあ実からブロック勝ち上がってくるのは A ブラッシュズネなのか、それともキャベツヒロトなのか。さあやっつけちゃうぞ。どちらだ。青ハンバーめっちゃ見たことある。東に行く稲垣方エサがあってめっちゃ見たことある。南方の実行者です。あれじゃん、これ SNK の本社があるとこなんちゃう、これ。どうした。パイパンマンと遠征戦が終わったっぽいですね。ちょっとどっちの中は今から調べます。さあ、パイパンマンの遠征戦の影響体は、さあ、キャベツが30秒の勇気を出してくる。緑投資していたキャベツ。もうあれだよ、キューブシリーズはこうキャベツのために必ず緑色のキャラが用意してやるんじゃないぐらいのさあノリですよ。最初はさあしかし先鋒戦勝ったのはズネ。平成大会ベスト3コンビと、はい、A が聞いてない時があった。あ、勝ったからいいんやけど、ちょっと影響、平成勢の方だから 2P 側かな。 2P 側の A ボタンをちょっと見てあげてください。はい、さあ勝った平成勢の方のチームのボタンが若干聞いてなかった可能性があると。あと B の 2P。 すいません、ちょっとうちの周辺ちゃんが取る。そして影響対配信台は2試合目 M ダッシュ対ヒロト。C が始まりましたね。 B はちょっとお待ちください。
平成大会ベスト3コンビのまさか性格悪くない C は、じゃんけんを押しといてください。平成大会ベスト3コンビとまさか性格悪くない C アットマークのぎ坂46勢は、はい、じゃあ A 兄弟すいません、平成大会ベスト3コンビ学ぶ総本増本が増産スキムと、まさか性格悪くないし、アットマーク、カニカラボーティスギフト、高山和美と、修学旅行、なんでしょう、この、はい、B 兄弟どうぞ分かれて試合を始めてください。ということで M ダッシュズネチームがまず勝ち上がりとなります。はい、さて